せん。やばい。うわー、これどうしたらいいんだ。開けた。よし、すいません。終わりますと言ったのに、終わりますと言ったのに、車をちょっと今のあらすじを話しますと、よし、じゃあ今から作業するぞって思ったら、マグナム先輩に声をかけてもらって、ホタリンさんも出るだけタダだから出ましょうよって言われて、あ、じゃあ、はいって言っちゃったの。めちゃくちゃ儲かるよ。儲かる話？失礼。そう、あ、そマグナムうで先輩、どうしたの？またゲームしてんの？す。いやー、みんなあ楽れ、しトラックんでのる。あ、何し話て聞いるてかるの？教えてくれたのよ。分かどっんなこた。としててちょっんとレーの？ス行ってくるね。トラックはうん、ね。頑張ったなはーい。ー。いいよ、喋っていいよ。あ、本当？そしたら、まよずし。従業員を雇って、トラックを買ってあげるの。よし、あら、ちょっと大事件ですよ。うわ、会社の上にいっぱい。ああ、来た。よかった。今ちょっと動かなくなったと思って。わあ、兵隊の車ってこんなにスイーンって走るんだ。そういうわけで、ちょっとレースのところだけでもと思いまして、記録を残すために衛星をつけた次第です。わあ、きれい。人様の車だから壊さないようにいかないと。何このピュルルンっていうの。いや、星さんの車ってなんかもう本当にスポーツカーですよって感じ。わあ、速っ。速いよ。あんな車と一緒に戦うの？みんなすごいな。スイスイ抜いていくじゃん。月が綺麗。
危ない。待って、なんかいる。こんばんは。かわいい。かわいい。ありがとう、ありがとう。さっき、それ溜まったって感じ。こんばんは。こんばんは。なんと私も参加させていただくことに。あの車？うん、あのね、エボシさんに借りたの。あれなんだっけ？わかんない。え？あの一番奥？そうです、ジェスターじゃない？ああ、あれです。まあ、生きて帰ろう。え、そんな難しいの？いや、あの一箇所だけ運転誤ると水没しちゃう、うん、え、どこ？ゆっくり全体的に行けばいいんだ。ダムの近く、ね、はい。この状態であれやったらどうなる？なんか楽しそうだね。やってみる。後ろ光ってる。仕方を光ってる。エボシさん来れたよ、ここまで。おー、よかったよかった。ちょっと修理もやるでね。うん、ありがとう。え、なんかやってる。あっちもバルスしてる。バルスしようとしてる。バルス、そんな感じだっけ？そんな感じだっけ？バルス。待って、マグナムさんのコスプレだった。誰かと思った。3分間だけ待ってやる。あ、全然似てない。バルザワさん、どこへ行こうというか。バルザワさん、そこやってるやついるぞ。並ぼうぜ。バルス、かわいい、かわいい。何このバルス。私邪魔？ちょっとこれ、これ抜いた方がいい。これ写真撮りたいけど、あの光ってる、ここからはどうにもなりませんよ。光ってる人たちだけしかさ、ピント合わなそうね。バチバチ言ってる。ああ、ヘリ崖の下用意しておりません。AI だな、業務的な言い方だな。アレクサ的な何か。ここから先は用意しておりません。え、いや、言った瞬間にこれ光らせようと思ったのに。だー、目目がー、目がー、バルスだ。目がー、光るのないっけ、他に。パズーのやつ持ってたわ俺、そういえば。これほら、それパズーだ。パズーがあの飛行機乗るときにつけてるやつ。ああ、あー、誰だ、電話の。はい、ノビーラングです。あのコスプレしてる時も、はい、ノビーラングですっていうのは、あれ本当面白かった。さっきのディオのモノマネしてる時も。ボーナスが出るのちょっと面白い。いけるんだけど時間かかるけど。完璧だぞ。何分かかる？ノビーの隣に乗るんだ。あ、行きますね。今ナウ？はい、病院ですよね。あ、呼び出されて。はい、わかりました。病院？はい。怪我人ですか？怪我人ですね。怪我人。モミパイセン今どこにいるんだろう。モモミさんね。モミパイセン病院にいますよ。アパートかなこれ。アパートの前にね、でお話ししてたよさっき。アパートの前にいますよ。あ、モモミ先輩聞こえますか？勝手に進み出した。鉄夫さんもいる。え、めっちゃいいんじゃん。2、4。修理が必要な方いらっしゃいますか？鉄夫さん。こんにちは。こんにちは。私昨日からレースデビューしたの。あ、間違って乗っちゃった。ごめんごめん。乗っちゃった。今日はね、賞金でね220万稼ぎました。稼ぎすぎじゃない？誰も出てないレースに出ました。あー、なるほどね。そう、出てみたら誰もいなかったの。あれなー、 C 体と B 体悲しいよな。悲しかった。お金もらえるのはいいんだけど、うん、ちょっと寂しい。 B 体はね、あんまり人いないイメージ。 B 体と C 体、はい、うん、A 体が多いな一番。
携帯の車は持ってなくて今エボシさんに借りたんだ。ありがとうございます。あ、なるほどね。そう、ナノさんは来ないのかな今日は。今日ナノちゃんいる。 あのねナノさん俺車直してもらったんだけど、うん、なんか7台ぐらいカスタム予約が入ってるらしくて、あプロジェクトは忙しいんだって。なるほど、そうなんだ。あれパライアじゃないんだ。めっちゃいるな。あれ僕ですか。あ、そう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 。これなんだ。パライアじゃないです。すごいなんか今サルタは本当流行ってるわね。3代目だ。なんかごめんなさい。やっぱ楽しいなって。じゃあ俺これでいい。レースとかめちゃめちゃしてる。サルタンクラシック。後ろをね、首振りながら煽るターンが来る。けど今 F さんの筋肉封印されたから何もできん。くさ。なんで光ってるの？この人たち。同僚は光るぞ。そうなんだ。皆様、そろそろ準備をお願いします。はい、皆様、そろそろ準備をお願いいたします。すごい走ってきた。なんかビチッつった。危ない危ない。ごめん、ボタリーさんも。そう。今日からね、レースでした。この車、エボシさん。そう、エボシさんに借りたの。うん。あ、なるほどなるほど。うん、これ一応念のために。ボタリンさんが、ボタリンさんめっちゃ似合う。ジェスターレースか。これね、ボスさんに借りたね。え、めっちゃカラーリングと似合ってるな、ファッションと。本当ありがとう。だってこのトリコロールカラーじゃん、ファッションが。そう、たまたまあったた。ありがとう。よし。だからなんだっけ、後ろ煽り、なんか煽り、煽り能力高いんです。気になるじゃん。誰がヘリ乗ってるの？どこに並ぶのだ。待てね、みんな。あれ、ヘリ高速道路に横一列にお並びください。あ、アグネさんのこれなんて子ですか。うん、ごめん。すごい。こっちですよ。SR ボシングファイヤーさん、ボシングファイヤーさん、スタート。ここ、あ、そっちなの。横向きが公式ルール。はいはい。あのチェックポイントがこっちにある。どこ、こっちまで横並び使っていいの。ダメ。そう、どうしよう。入るかな、いけるかな。後ろに2列になったらいいね。そこがルールだな。こんなんでいいか。ああ、ちょっとこれ ね、 実はね、警察に横並び写真撮ってくれって言われてんだよ。どこ、どこに並べば、ね、写真撮って良いですか。赤ラインは残してます。私入れないかも。後ろ
からぐるって回ってくれば、うん、後ろから、はい、そこ左に曲がって、はいはいはい、おお、ここにね、他のところにも散りばめて、あ、汗水垂らした金で買ったからよ。あれ、のびくんバナナ走ってない？お前走れなかったじゃん一緒に。はい、この後まだ走ってない？走ってないですね、バナナ。じゃあ初見バナナか。どっとバナナ。私も初見だ。バースト、そう。ケツだけしてるんですね。さ、のびくんが決めてくれたからな。そうですよ、バーニー。バースト。バーストか。うん。フォース名、命名の一人でもある。そうだよ。あ、ライト、ライト変えるのでじゃん、パイ。え？なんだあの車？トレーラー。トレーラーで出るのか？まさかここトラックのなんかだったりする？あ、まずい？レモンちゃんじゃない？あ、ここもしかして？え、ワンチャンあるくらい？トラックの何かっていう。まあでも後ろから通れるか。ワンチャン。あ、これモロだね。あ、レース参加？レース参加か？え、これトラックで参加でいいのか？それでもそろそろスタートするので、あ、眠いだ。あ、そう。眠いトラックでも参加できるぞ。参加できるのか。できるのか。トラックから。できないからできないできない。え、じゃあ参加する。参加しようぜ。え、じゃあ私眠いちゃんの横に乗るか。うん、乗ろう乗ろう。出るローンですけど。怒った。ローンで作れば出れるぞみんな。参加できるの。ローンで、ローンで行けば。オッケーオッケー、ローンで作るよ。オッケー。そうだよね。あの後ろからワンちゃんの範囲みたいな感じでどんどん迫ってきて引かれたら終わりだ。おい、1位にいきなり、あ、いや、さすがに無理か。俺あれか、集金しなきゃいけないやつか。あ、じゃあちょっとレース作戦まだ待つか。オッケー。トレーラーだったら、あれ、皆さんぼちぼち準備よろしいですか？はい。はい。エムイちゃんが気絶中です。オッケー、眠いが帰ってきたら立てまーす。トラックで参加するの大きな気がついて。難しい。一応ルールを説明します。はい。BBB を、全員ほぼ完走を目指して作ります。スタートは1分ほど余裕を持って立てますので、余裕を持って参加ください。はい。はい、賞金出します。3位、100万円。おぉ、3位で?2位、500万円。おぉ、1位、1000万円で、おぉ、ございます。これは熱い。熱い。よろしくお願いしまーす。コースはどんな感じなんだろうか。で、コースさんかな、多分ボンネット開いてますよ。コースはちょっと見てないな。スタートしたらいいのかな、いるんじゃないかな。ほんだらば、そろそろ立てますよ。皆さん参加してくださいね。はい。大丈夫かな、トレーナーだもん。トラックでも。バナナビギナーだよ。だって速さ的にはどうなんだろうね。立てましたー。これ眠い参加できないかもしれないから前に出ようぜみんな。そうだね。あ、すまんな。みんな一回前出よう。ありがとな。でもいける？いけた。オッケー。ありがとうぞー。オッケー。オッケーオッケーオッケー。じゃあこのくらいで。戻ろう。ここだな。みんなすごい。みんな頑張ってー。それじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。何かで2台不意のない試合をしよう。初手から当たり判定あるから気をつけてね。最初当たるからね。最初当たる。なんかそれできるの設定が。いや、もうそうなった。うっそ。そう、変わった変わった。怖い。なんでみんな当たり判定だけは気をつけて。後ろに行けばよかった。それって何、公式レース？あ、行きまーす。あのりょん。エムイ全部引き殺せ。引き殺せ、エムイ。行くぞ。1。うい。頑張る。当たり判定。怖い。早いね、みんな。待って、すごい事故ってない？
早速どこにも行けない。どういうことだい。乾燥を目指しますね、私は。ダムの近くが危ないとのことだったので、まあ、まだダムは来ないでしょう。もう前の人が見えなくなりました。一番ビリかしら。あれ、安全運転オブ安全運転で。え、怖い。危ない。あ、チェックポイント通らなかったんだ、きっとあの車は。車が見えたぞ。あ、初めて前の車が見えました。何も見えない。わー、気持ちいい。事故でね、事故で行こう。こっちか。なんか車が飛んだの見えたよ、今車が飛んだよ。危ない。こっち、はい、こっち、はい、行こう。
真剣。待って、どういうこと？こう。あっ、やばい。まあまあまだ、まあ、無事故無事故ということで、えどこ、こう、なるほど、難しいこの道、どこだろう、なんかダムのあたりで、うわー、事故ったら水没のところが一番怖いから、そこだけは、烏帽子さんの車だから。あー、やばい。この辺なのか、もうどこが水没スポットかわかんないよ。安全運転でね、水没だけはしないでゴールを迎えたい。こっちだ。あら、危ない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 、こっちだ。マグナム先輩スイスイ行ってたな、そういえば。すごすぎる。むずい。あー、なんかヘアピンカーブがあるところだな、ここ。怖っ。安全運転すぎるかな。ここだ、危ないところ、ここだ、ここだ、ここだ、危ないところ。エクストラ紐って誰だろう。あー、しのさん違うわ、くずしろさん、くずしろさん、くずしろさんじゃない、くずみねさんか。あー、やばいやばいやばい、道間違えちゃった、道間違えちゃった。こう、
って私またなんかえ合ってる怖い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 これをこうこうだうわーむずどっちこっちゴールだけはなんか抜かされたよめちゃめちゃ抜かされたよ早っあ、ここか水没ポイントここは気をつけてここか、怖いここは安全運転でわあごめん。ごめん。ごめんね。大丈夫？ごめん。いていていてごめんね。また人を引いてしまった。帽子さんは落ちてしまったということ？うわあ。よし。ああ。抜けたよ。ダムを。危ないと言われていたダムを抜けた。ここだった。ここだ、ここ右だ。ゴールはしたい。あー、終わっちゃったー。あー、時間が経っちゃったってことか。どこゴール？鉄尾さん家か。どこだったんだゴール。間に合わなかった。みんなどこ？あそこ危ないかも。くずしろさんのジャンプ台
あるからちょっと後ろの方に止めといた方がいいよ。私？はい。そうなんですよ。ジャンプ台があるの？そう。そういう怒りがある。はあ。そうなの。あ、じゃあ終わってたの。私ゴールできなかった。終わっちゃったんですね。うん、ああそうなんだ。私つい1分か2分ぐらい前に終わった。やっぱそう。あら、待って、これジャムネーだったの？みんな行こっか。あ、そうよ。どこに行くの？どういうより修理。ゴール地点？こっち？これ靴の色が危険だという連絡があら。トラックは無事らしい。トラック無事なんだ。トイレが沈んでる。何これ。パーンパあれ3位いないじゃん。3位僕です。あ、3位後ろか。おるじゃん。沈んでない、ね、沈んでないよ。公衆便所入ってる。わかった。パーンパーンパーン。よいしょ。通称ナンバー19番。パンパンパン。これ表彰台だったんだ。集めた方が良くない。あーパ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 ー。みんな解散しちゃったって言われたから。パーパーじゃあ写真撮ってツイート。そうだね、そこの3人並んでるとこ写真撮ろう。ちょっと待ってください。まともな服装に着替えます。さすがに。え、前方爆走ザウルス。こんな変な名前じゃないです。よし。パーンパーンパーパーン。間違えちゃった。パーンパーン。あーパ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 ーンパーンパーン。ジャムネーやば。ジャムネーやばい。怖すぎる。怖すぎるよ、ジャムネー。ジャムネー、あーよかったよかった。ちょっと俺は、やはり伝統を貫く。これで行かせてもらうぜ。これで行こう。おめでとうございます。おめでとうございます。写真撮りました。じゃあ後ろさんが1位見て頭どこか的に。本当にてっちゃんならこのポーズのポイントどこかわかるよ。んこのポーズのポイント、うん、分かってほしいな。なんその場所も関係あるか。そうだ、体のどこがこれポイント。みんな一見ケツだと思う。あ、ケツじゃん。あ、これハートになってんのか。違う違う。床読みすぎた。あ、どこが。ハートマークになってんじゃん。どこが。すごいな。どこがハートになってんの。気づかないか。お前もしかして手か。違いますよ。私かかとじゃないって。ああやっぱり。ボタリー。やった。かかと浮いてるとこ。かかと浮いてるとこ可愛いと思った。なるほどね。そういうことか。そうそうそう。やばい。タイムポイント。嬉しい。かかと見ちゃうからな。ああなるほどなるほど。全体でハートマークかと思っちまった。どこがハートなの？これ全体的な形ってことでしょ。そう。後ろから見てみよう。なるほどね。この像を含めた。なんだあのイカチやつ。像が見えてないわ。では今から優勝違うわ表彰式を始めますということで、3位のぐずしろさん19番でやってますか。はい、19番です。お半額じゃない。1、10、100、1000、10000、100万ということで3位ぐずしろおめでとうございます。おめでとうおめでとうおめでとう。さあ次須藤ナンバー42。42ということで、1、10、100、1000、万、10万、100万。素
2おめでとうございます。500万です。おめでとうございます。負けた人が後ろで小窓で拍手してるやつな。そしてわかるわかるだ。スマッシュのブラザーズ始まってるな。そしてマグナム何番ですか。15番です。15、1、10、100、1000万と。はい、じゃあやったぜ。おめでとうございます。すごい、1000万はすごいぜ。でかいねえ。今までで一番でかい。ありがとうございました。おめでとうございます。こちらこそありがとうございました。こちらこそ。500万でけえな、普通に。次はバグラントで参加するから。じゃあみんなおやすみ。おやすみ。スノコースやべ、スノコース。そこ本当に、鉄夫さん本当にそこに住んでるんだ。私、仕事下から乗せて。え、これ本当に鉄夫さんここに住んでるんだ。ピンポンしてみよう。そうね。合鍵もらいまして。うそ、私も入りたい。私も入りたいよ。やった。お邪魔しま、わーピンク、こんにちは。お邪魔します。まあゆっくりしてってください。待って待って、違うでしょ、マグナムさんの家じゃないでしょ。汚いけど、ゆっくりしてってください。待って、そこトイレなの。まあ汚いっすけど。やべ、え、あれソファーってこと、あの便器。てっちゃん寝てるから。てっちゃん、ボタリさんもてっちゃん寝るみたいですよ。どれどれ、お邪魔します。うわ、なんかライトもピンク。ここにも便器ある。あ、僕もちょっと救助行かないと。あ、ごめん、おやすみ。やばやば。え、ここティッシュ、トイレットペーパーついてる。え、ここ便器ってトイレってこと。ここトイレの床に寝てるってこと。出れない出れない。え、何この何この置物。ちょっとすごすぎる。写真だけ写真だけ撮りしてください。あー違う違う違う、ちょっと違う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 、こうしてこの状態でいいの、スマホを出すの。あ、いけた。しました。いや、あ、そんなのはなかった。え、ボスさん、車ありがとう。あ、いえいえ、どういたまして、全然いいのよ。レギオンに持ってきますね。はい、そうそうそう。トラック知るほどかっけえな、いいな、欲しいな。すごい、なんかのどかだった、のどか。一個人の車として普通に欲しいな。うん、いいよね、うん、トラック売ってくれないのかな。哲夫さんの家すごっ、かっこいいのに。僕は売れねえか、さすがに。売れないの、かっこいいのに。売れねえんだな。へえ。兵隊の車ってスイスイ走れてすごいんだな。なんでマグナム先輩、鉄夫さん家の合鍵持ってんの。あー危ない、すごすぎる。やば、普通にあのお金稼ぎしようと思ったの。あ、こっち側はしまえないんだ。やばい、ボロボロだよ。
ソリンを入れて返しましょう。私靴赤だったはずなのになぜか白になってる。お金稼ぎじゃない、どうしよう。今日はもう頑張ってクラフトに使おうかな。足りた？あのトラックここに止めんの？いやいや止まんない。入れないでしょ絶対。入れないでしょ絶対。入れないね。車高制限あるよ。首大丈夫だった？ちょっと首グニャってなったわ。大丈夫。ありがとね。眠いちゃんトラックの横立ってよ写真撮る。かっこよかったもんな。次は行くよ。はいチーズ。私も写真撮ってほしいな。かっこいいね。座れるかな。車のそばに座るのにいいのないかな。夕日がいい感じ。夕日がいい感じじゃない？あ、欲しかったの？さっきね、魔法少女カフェが開店って書いてあった気がした、ツイッターで。あ、ルーちゃん。ルーちゃん。こんばんは。ルーちゃん、写真撮ってほしくてポーズ撮って待ってた。わかった。あの夕日がいい感じだから、あの夕日の隙間を入れてください。夕日の隙間ね、オッケー。なるほどね。この辺かな。どうだろう。逆光かな、そうすると。ちょっとやってみるね。よいしょ。あ、かっこいい。わ、かっこいい。いい感じ？いい感じ、めっちゃいい感じ。ちょっと待ってね。いくよ。ちょっと、この画角どうかな。ちょっと、あ、これもいいな。ちょっともう一回撮るわ。もう一回。はい、ありがとう。かっけえ、これ。いくよ。はい。はい。はい、クリーズ。ありがとう。これを送りましょう。魔法少女カフェやってるでしょ、確か。やってるな。行こうかな。送っておくれ。うん、Bluetooth オンしてください。はい。僕もリトゥアルは。2枚送るね。はい。オンスター。トリマロ。間違えちゃった。チャリだし。ありがとう。これと、もう一個あるからね。あ、そうか、これ。はい、どうぞ。ありがとう。うん。かっこよかった、めっちゃ。魔法少女カフェ行くけど行く？行く。行ってらっしゃい。ちょっとでも、ネムイさ、トラック会社に車置いてるから、そっち行ってと、うん、あの、車取ってからでもいい？いいよ。待ってるね、ここで。ありがとう、写真。イエーイ。すごい。
エース出たの？そう出たよ、この車借りて、ね、うんうん、私ねむいちゃんのトラック乗って、そうそう、後ろから追っかけてた、乗ろうって声が聞こえた。うん、すっごいのどかだった。本当トラックね、やばいやばい、トラックやばいな。移動できるかな、ごめんね。いってらっしゃい。はい、よくあそこ通れたね。トラック、うん、どこまで行けたんだろう。トラックね、途中でガス欠しちゃったんだよね。ガス欠か。そう。しかもなんか県外だったからずっと連絡も取れなくて誰とも。ああそっか。なんとかガソスタまで家で運んでた。偉い。偉かった。お疲れ様です。いやお疲れ様です。目星さん来ない。私レースのやつ見たけど、スタート地点が。名前がね、見えてないんだ。ごめんなさい、ちょっと、そう、遠かった、ちょっと遠かった。ちょっと名前が違います。これ違います。ね、私とちょっと待ってね。加賀泉さん、オッケー。はい、加賀泉って言います。はじめまして。オッケー。もうノーマルとかにしたらいいか。宇宙人？あ、今ノーマルにした。さっきまでレースだったからさ、あの、うん、シャウトになってた。うん、初めて見ました宇宙人。ねねねね、ジャムネーがさ、うん、スケボーに乗って。うん、恐竜が消えてた。恐竜でしょ。めちゃくちゃ可愛い。いやでもなんかキノコか転生してきたことか。ああ行くのかな。なんか、うん、あんまり。エボシさん。なってきちゃった自分がいる。の車どうしよう。エボシさんが戻ってこないから。ちょっと電話してみるかな。事故って回収して車だけ持ってきた感じ？うん、事故ってないよ。単純に本人がどっか行っちゃったってこと。そうそう、これを返すのにさ、ここにしまうのに。なんて運命的な。ここ行く行くねって言ったんだけど。もう人間じゃない。エボシさん。てか開口しちゃったってことですか。エボシさん。エボシさんどこ？あ、いたいた。すごい出会いですねそれは。あ、私は普段警察官やっております。そうです。で、今日たまたま非番の日で副業の犬カフェをやっております。今もしもし、 もしもし、はいはい、今ねレギオンでお車返すの待ってるんだけど、あ、ごめんね、ちょっと修理でめっちゃ時間かかってた。置きっぱなしでもいいよ。え、危なくない？置きっぱ、いいよいいよ。本当？かわいい。私車30台40台持ってるから。強っ。いいですか。いいですね。一台くらいに。宇宙にも。ここ置いといて平気？うん、置いといて大丈夫。ありがとう。ありがとうね。ガソリンだけ入れときました。ありがとう。すげえ助かる。全然ありがとうございました。本当参加してくれてありがとうね。またお願いします。またお願いします。はーい。なるほど。もうレッカー処理でいいってこと？うん。だって。すごいね。3、40台持ってるらしい車。へー。まあディーラーとはいえすごいな、ね、そんなに持ってるんだと思ったよ。うん、なんか複数台持ってるだけでも大丈夫、うん、ちょっと今まさかの、うん、夢の中で、魂側の方で何かが、夢の中で絵が落ちてきた。びっくりした。やばい、あと1時間しかない。なんか今日は何もやってない。お金これさっきすごいやらかしたのがさ、エリでちょっと久々に一人で鉱山っていうか、あの石だけもうやってあったから洗いに行ったのね。エリで途中まで行って、あの石を持っていくのを忘れたことに気づいて、やば、しょうがないから行く？いた？あ、でも行ってもいいよ。そしたら車で行けるから。うんうん。じゃあ、ヘリ事故ってないよね？ヘリ事故った。え？ね、経緯説明すると、リサイクルセンターに行って、そっち側に行ってる人が一人レッカーされちゃったっていうから、その人を町まで送った。うん、いいじゃん。今のところ大丈夫じゃん。で、また火吹いた。なんで火吹いたの？あれ。なんかね、やっぱ足がでかいから、ちょっとした衝撃でね、すぐ出ちゃうのよ。なるほど、そうなんだ。で、メカニックのところに連れてこうと。連れてこうというか、ヘリを持ってこうとした。で、途中ダクトテープっていうので応急処置をしながら進もうと思ったんだけど、それをするために着陸しようと思ったけども、その着陸が乱暴すぎて、ちょっと乱暴しちゃった。またやっちゃったんだ。やっちゃった。大変だ。しかもちゃんと事故っちゃった。ちゃんと事故っちゃったんだ。安全だと思います。乗ってるの原付なので、どこも思い返しないと思うし、20個ぐらいはあったかな。とりあえずちょっと車出してみる。
俺多分ね100個近くある。嘘、じゃあ私のやつ洗い終わったら手伝うよ。マジか。ていうかなんならあの石はいくらでも出来させるから普通に山分けで。全然全然、せっかく掘ったんだし。したら家の方に溜まってるからちょっと取ってくるね。私さ、ちょっと一回質屋さん行ってから、じゃあレギオン待ち合わせにしよう。はーい。はーい、後ほど。でもね、すぐ忘れちゃうんだよ。もうごめんね、眠いさ。起きるたびに初めましての人ばっかりでさ。あ、もしかしたら警察になる前にも。今日は作業しようと思ったのですが、まさかのレースに出たらいいよってマグナム先輩が誘ってくれて、ボシさんが車を貸してくれるっていう流れになってしまい、配信じゃない、衛星さっきお疲れ様でしたって衛星を閉じて10分後につけるっていう、本当にどういうことっていう展開になってしまいました。価格を見てきましょう。エメラルド25いいんじゃないでしょうか。そんなに持ってなかったけど、ゴールドリングが1527だと少ないですね。あら、お家に帰ってちょっと手ぶらにしてこようかな。やばい、自分のお腹の具合なんて全然見えないんだ。お腹なのかな、喉なのかお腹なのかも分からない。いちかさん、飲み物少な少なーい。置いてきましょう。リングとかも置いてきましょう。うわー、もう物が、まあ、プラスチックは後で、はい、プラスチックは上。
まあ、食べ物あってアロマあって飲み物をちょっと持っていけば OK。 OK。私靴赤くしたはずなのにな。お待たせー。あ、ごめん。これ誰の車だ。お、あ、カートだ。誰。あ、マグナム先輩だ。ああ、そしたらどうしましょうか。あ、一緒に乗ってきますか。じゃあお願いします。はい。ジャンプ台ないかな。ジャンプ台、ジャンプ台イトロ入れた。空港のところのジャンプ台。空港？空港のところなんて言うんだろう、あのジェットコースターのぐるんって回るような、うんうん、動けなくなっちゃった。押しますか。ぶつける。押してください。ぶつけるよ。はい、はい、ありがとうございます。いいえ。あそこ行こう。かわいい。あの火花、あれはニトロを積んでるな。ねえねえ、どこにさ、はい、ダムじゃなくて、うん、川の方に行きます。上のいいっすよ。川でいい。うん、川はここか。こうだね。では行きますか。はい、お願いします。私今日さ、うん、レース3回出て、うん、おで最後瞑想明けのエボシさんのレースも出ちゃって、うん、私今日クラフト1回もやってなくて、あーやばーって思ってる。帰りクラフトのとこやろ。クラフト結構やってるんだ。そう、あのね、なんだっけ、危な、科学、うん、科学が今1万7000ぐらいまではいったかな。へえー、いったね。そう、2万目標にしてる、うん、まず1万超えたから、あのブリーチ作れる。あ、うん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 、って感じだね、うん、ブリーチ、くずしろさんがめちゃめちゃ作ってるよね。うんうん、ブリーチいる？もし作ったら。あー、ごめん。あごめん。ブリーチはね、俺もあの材料あれば作れるんだ。あ、そうなんだ、そうなんだ、うん、そこは超えてるから。そう、花火が5万。うん、メガガン。そう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 。やばい、住宅街大嫌い。レースのコースとかで。そうそう、レースのさ、ね、怖くない？なんか対向車線がさ、すごい狭いから、道っていうんですか、心なきの車の方が邪魔なんだよね。そう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 。あ、間違えた、こっちだ。心なきのその対向車線が怖くて、で、さっきここバイクだったの、あの C 体のレース出たから、それで一回ぶつかって死にかけて、もうゆるゆるノロノロ運転したのに、うん、私しか出てなかったから160万円もらえて、賞金で。わー、いいなー。C 体でもでかいね、一人だったら。そう、あとね、なんか長いの、距離が、距離長いとお金がすごいいっぱいもらえるらしい、うん、おー、すごい時間かかったもん。一周12分とかかかったもん、私を2周やってみたいな。レースも全然結局出られてないや。あの、あ、そうなの、免許系のってことが入っちゃったりとかで。あ、そっかそっか、そうだね。でも免許もさ、ちょっとそのレースがあるからそれ終わってからにしてとかって言ったら。まあ全然レースをなんか優先してもいいんだろうけど。うん。あと、うん、わあ、救急隊ですら。救急隊ですらそんな感じだった。行ってきますとか言って、ノービーさんとか真城先生とか、
なんかさ、ナタルさん入ったよね、うん、うんうん、ちょっとは仕事が楽になるといいね。そうだね、なんかレース免許発行とか俺できないんだけど、うんうんうん、という他より仕事少ないんだけど、うんうん、結局何件か入ると割とスタミナ使うから。あ、そうなんだ、うん、だからかヘラシギさんいつもヘロヘロだもんね。うん、あれ9件とかやったって言ったもん1日、レースとかさらにだよ。そうなんだ、しんどいんだ。うん、でもあれかな、レースはそのぶつからないかとか、うんうん、あのまあ、タイムの方そうタイム見てなきゃいけないけど、うんうんうん、俺は普通の免許の講習でなんか1人頭ね多分ね1時間ぐらいかけてるんだよね。すごいかけるね。うん、なんでか知らないけど一通り教えてるからそんぐらいかかってる気がする。よっしゃ、この横から降ります。はいはい、オッケー、よし洗うぞ。私ね、なんと10個だけしかなかったから、うん、10個洗ったらちょっと私ここに荷物しまうからラグランジさんのやつ洗うね、うん、ありがとう。いいえ。いやーここ綺麗だねやっぱり。うん、あ、川で洗浄とか超久々だ。いつもあっち行ってたあのダム？じゃなくてね、うん、もう鉱山バイト系を全然やってなかった。あーそっかそっか。しばらく前はね正則さんとかと一緒にやってたけど、お、私動けなくなった。あー動けた動けた。あ、正則さんよくやってたよね昔鉱山ね。私はキノコ久しぶりにやった昨日。おお、なんかナタルさんがキノコマスターなの。すごいのよ、なんか効率的にキノコをね、うん、収集するね、採取か、採取するのをね、うん、もうマスターしててね、一回やると、とかそうそう、大体把握してんだ。一回やると300万ぐらい稼げるって言ってた。あれ嘘嘘、200万か。でもかなりすごい。うんうん、すごいよね。キノコでそんないけんだ。そう、すごいなぁと思って。おや？わぁ、綺麗。日の光が当たって、川もがキラキラしてる。うん、今日は2回ダウンしてしまったよ。え、なんで？あ、そのヘリコプターの時？ヘリコプターと1件はあのバイクの講習中に。それはダメじゃない？いや、あの講習中に、うん、あの俺のオフロードを使ってバイク講習してたんだけど、うん、ちょっとあのこの山のあたりとかでぴょんぴょんして遊んでいいですよって、うんうん、遊んでもらったんだ。うんうん。そしたらまあ俺は吹っ飛んだ。あ、俺後ろだから？うん。うん。何やってるんですか？いや、楽しんでもらいたくて。まあまあ、確かに。うん。あ、向こうはあの初心者マークついてるから。あー、そっかそっか。うん、仮に吹っ飛んでも、ダメージは受けないから。うんうんうん。うん、私も今日、大型二輪取って、うん、そのままシータイ出てみたんだけど、大型二輪の時にその普通二輪も一緒に、あ、じゃない、なんだっけ、うんうん、普通二輪なんだ、違う、と普通自動車二輪、大型二輪、普通二輪持ってないと大型発行できない。そうだよね。え、ラグランジさん裸足になってちゃんと入ってんの？うん、私足切れちゃうかと思って靴のまま入っちゃった。そうなんで、そっちの方が正しいと思う。私終わったからちょっとしまってくるわ。
ください。ありがとうございます。25ある。オッケー、こちらお願いします。はい、あー暑いからすごい川が涼しくていいね。うん、毎日そう外出るたんびにあープール日和だってなる。わかる。った感は。そういえばプールとかはないの？ここは海だけ？ロスサントス。プールはね、一応高級施設とかなんかクランピングのなんか別荘みたいな感じの他に一応ある、うん。そんなに広くはないけどね。あとリオンさん家にプールあったな。リオンさんお家あるんだ。うん、売っ払ってなければ多分あると思う。あの犬カフェとかがあるあっちのゾーン。あー、うんうん、東側のゾーンってこと？うん、あの前覗きに行っていなかったから、うん、裏手に回ってプールだけ入ってたから。恐ろしい子。そういえばトリノさんもすごいお家買ったって言ってた。プールついてる。見たいねー。ねー、すごいな。トリノさんどんな豪邸なんだろう。ねえ、私そういえば今日初めて哲夫さんのお家に入ったの。あ、さっきツイッターで書いてあったね。そう、びっくりしちゃった。すべての部屋に便器あるのよ。それで哲夫さんのベッドっていうところの横には普通にトイレットペーパーとかティッシュペーパーついてて、うん、だから大きいトイレの中に寝てるって感じだった、うん、哲夫さん。すごかった。あと家に変な置物あったしね。あのボーリングしてるようなやつの。そうで、なんかリビングにソファーみたいに便器置いてあんの。この形は倉庫系のやつかな。倉庫系？何部屋ぐらいあるところだった？部屋の数？部屋って呼んでいいかわかんないけど、うん、ベッドルームとリビングとトイレ。なんだけど、その部屋としてめちゃめちゃ分かれてるってよりはちょっとなんか、うん、仕切りじゃないけどドアないのみたいな感じの仕切り、なんていうのかな、その完全なる仕切られてるわけじゃなくて、ちょっと入り口の入り口がドア1枚分だけ開いてるよみたいな感じ、うん、なんとなくわかる、うん、うんうん、だった。だから言ったらあの家全部が便器じゃない、トイレみたいな感じ。大きいトイレみたいな。あ、終わった？もしよ、うん、あ、終わった。まだある？こっちは終わり。あ、ほんと？うん。終わったの？じゃあ、渡すね。渡す。はい。渡す。アンカットなんやかんよ、哲夫さんだっけか。うん。うんちっとなんとかって言ってるやつ。嘘でしょ？哲夫さんってほんと幼稚園生なんだね。で、ラスイチです。はい、ありがとう。いいえ、オッケーかい。俺はティラミス。 ありがとう、食べようっと、うん、飲み物足りてる？いる？うん、飲み物ある、大丈夫、うん、これ食べよう。じゃあ行けますか。はい、これでまたいずれそのアンカットたちをやりに行かなきゃね、うん、そうだね。今日は行けなくもないけどちょっと微妙だね。行ってみる？でも加工結構時間かかるからな。やめとく？そうだね。あ、質屋さんってもう行ったの？質屋さん行った。うん、そしたらあれじゃん、どっちかというとクラフトの方やった方がいいんじゃない？あー、そっか、クラフトやってなかったね、うん、そして小谷さん、あの運転席じゃなくて何ですか？私どこ座ってる？後部座席。なんで？
ッケー、よかった。なんでわかったの？すごいね。普通に裏にいた、正面から見たら。そう、運転席にいないなと思ったら。じゃあ一回レギオンに送っていくね。はい。はい。これ上がるの大変なんよ、また。こうか。上がれたー、スムーズに。ふぅ。なんか今日はさ、ほんとレースで終わっちゃった。うん、来たのがね、起きたのがね、何時ぐらいだったかな。1時ぐらいとかに起きたのかな。あ、でもそっから3つ？そう。出れたんだ。1時、そう、何分？ 1 時2分のやつから出たのかな、うん、だから10、うん、24時40分ぐらいに起きたのかも。うん。うん、各クラス隊の持ってると、そっか、連続でも。そう、私はね A 持ってないから C と B だけだったんだけど、うんうん、そうなの。1個はね、セレナさんと2人で出たやつは私が全然ゴール間に合わなくて終わっちゃったんだけど、うん、そう、それ以外のやつ、その2つは私しか出てなかったから賞金総取りで160万と60何万のやつもらえた。でかいね。ありがたい、うん、で今日は素材も売ったりしたから今日はお金が入りましたね。働いてないのに。無職なのにさ。あ、今やめて。体験をしてただけだからか。そう、でも救急隊も募集をするよみたいなこと言ってたけど、うん、まあいつになるかわかんないから。でこの間猫さんの占いに行ったのね、うん、そしたら占いでね、まあ、仕事運聞いたのよ、うん、そしたらなんかその時にその救急隊を受けたいと思ってるから、それまでの間は、うん、なんかそれの間だけ働けるところで働きたいなみたいなことを私が言ったら、うん、なんかやっぱりどこの飲食店もすぐ辞めちゃう人に教えるのは嫌だと思うから、うん、なんか、いやそんなことないと思うけど、なんなら教えること教えることそんなにないから、ガーン多分ガーン、じゃあ U ターンするか。救急や警察に比べたらね、教えることだいぶ少ないと思うよ、うん、そう、なんか、まあ、その言われたのが、うん、まあ、すぐいつまで働くかわからない人をお店の人は雇いたくないと思うので、うん、救急隊を諦めてどっかに就職する方がいいと思いますって言われて、あほーってなって、そうかみたいな。抜かしたいんだけどさ、対向車が怖くて抜かせられないんだよな、ここ。あ、そういうテクなのかもよ。そう、抜かしたい気持ちを煽っておいて、うん、いざ抜かしたら対向車にぶつけるみたいな、うん、自分の手を汚さない、そういう、なるほど、いやらしい戦法だ。悲しい。今うちは少しずつスカウトを始めてて、うん、あ、ちょっとごめんね。うんうん、うん、そう、リリさんとも話してたけど、うん、ちょっと人員募集していいんじゃないですかみたいな話になって。あ、そうなの、うん、うんうん、あら、今日はちょっとごめんね、今日はね、塩子さんに声かけて。あー、うんうん、なんか塩子さんと最近仲良さそうなイメージあるけど。そうだね、割と話してる、うん、今日も免許講習受け持ったし。あー、そうなんだ。うん、まあ、さっき言ったバイクの講習中にっていう、うんうん、例えば塩子さん。あー、なるほど。しおこさんはすごく楽しんでくれたけど、うんうん、途中で俺が落ちてしまって。うん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 。これ下？下だね。うん。私はあんまり話したことないんだよな、しおこりこさん。なんかね、うん、町に来た日にはお話ちょっとしたんだけど。うん、加賀さんそっくりだった。そう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 。だから二人の俺良かったよ、すごく。コスプレ大会、加賀さんとライドウマシロ、うん、じゃない、電動マシロ。あれ、あれ
あれ、俺だってバレてたの？え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 ？はーい、着いたわよ。ありがとう、ボタリンさん。助かった。あのね、うん、無線越しはマジで似てる。うん、あの本当に似てる。哲夫さんもだけど、めっちゃ似てる。はあ。うん、あ、じゃあ私クラフトの材料取ってくるね、うん、お家で。うん、俺もお家で取ってこよう。あんた、あ、お家まで送ればよかったね。お家まで送る。あ、大丈夫。うん、あの、うん、向こうにも移したい車とかあるから。あ、そっか、分かった、うん、お家っていうか社宅なんだけど、うんうんうん、分かった、じゃあまた、じゃあねー、うん、はーい、またやっちゃったわ。危ないわね、ちょっと今日私運転が。クラフトに行きましょう。よいしょ。あとね、できるならまたあれやりたいんだよね。時間的にはもう無理なんだけど、金属探知機をやりたいんですよね。金属探知機大好き。クラフト。じゃあ100ずつ持っていくことにしましょう。アルミ100ずつとかないわ。はい、うん、布は100ぐらいかな。くらいかな。クリーニングキット、これは車に入れよう。これでいいか。じゃあそれを。何必ず向かう。かわいい。似合うな。よし、ではクラフトに向かいましょう。あー、ごめん、また衛星をさ、どうしようって言ったら衛星をまたつけっぱなしで見守っていただきありがとうございます。でもあとちょっとクラフトするだけだから衛星切っときましょうかね。すいません、長らくありがとう。いつも見守ってくださり。大好きなゴミ漁りしてない。ああ、ゴミ漁りしてないのか。だから素材がないんだ。ない。どうしよう。ゴミ漁りしてからにしよう。
じゃあここで一旦衛星は切りますね。今日もありがとうございました。もう終わるよって言ってからまさかの2回目ありがとうございました。また明日よろしく、明日じゃない、また今夜お願いします。ありがとうございます。